回のお題はマジで強すぎるビームボス6000。この動画ではゲーム史上強すぎて多くのゲーマー魂を叩き割った鬼畜ボスを紹介していきます。鬼畜、皆様頭空っぽにしながらほえーすっごいと見ていただけますと幸いです。1. ダイヤモンドドレーク。人気ゲームミサートリーシリーズのミサートリーディングルに登場する隠しボスであり、その極悪な強さから今もなお RPG 界最強のボスの一人として名が挙げられています。ダイヤモンドドレークはクリア後に行けるようになるドラゴンの洞窟の最下層で待ち構えています。しかし最初からプレイヤーが戦うわけではなく、まず取り巻きのダイヤモンドナイトを3体倒してから戦うことができます。ただこのダイヤモンドナイトすら普通の RPG ボスを上回るほどの強さを持ち、しかもそれを一気に3体も相手にしなくてはいけないため、この時点でかなり厳しい。そしてダイヤモンドドレークはダイヤモンドナイトよりも攻撃力が高く、当たると高確率で行動不能、レベル低下、ひどいと即死となり、防御面では耐久力高し、状態異常をほぼ無効化するという性能を持っています。このゲームはレベル30あればクリアできると言われていますが、ダイヤモンドドレークを倒すとなると推定でレベル2000にする必要があると言われており、その異常なまでの強さがわかります。ファンからは作ったやつは頭がどうかしてると言われるほどであり、その強さから多くの普通プレイヤーから廃人に至るまでサジを投げてしまいました。2. ヤズマット。ファイナルファンタジー12に登場する作中最強の隠しボス。5000万を超える驚異的な HP と強力な連撃、各種の状態異常、必殺という即死技などプレイヤーに圧倒的な力を見せつけた神竜や、このモンスターを撃破するには平均的に4時間から5時間かかると言われている。途中でマップを切り替えても体力が回復しないので適宜休憩しつつ倒すのがセオリーや、装備を整えればなんと1時間以内で倒すことも可能らしい。和製 RPG 最強クラスのボスとの声もある怪物や、ちなみにインターナショナル版では戦闘速度を4倍にできるので普通に1時間以内で倒すことも可能。中には4倍速で1分53秒で撃破したモサもおるとかなんとか。3. ジェネラル。格闘ゲーム。カイザーナックルに登場するキャラクターの一人。攻撃力、防御力ともにトップクラス。移動、ランからの復帰、通常攻撃のスピードは異常に速く、基本スペックからしてプレイヤーキャラクターとは段違い。また人間離れした反応でガード迎撃を行うので手がつけられません。繰り出してくる技もかなり凶悪で、3方向にオーラを飛ばす攻撃をダメなし、隙なしで放ってきます。ガードされても隙が生まれないスライディング、隙が一切ないワープ、間合いの広すぎる投げ技など異常な性能でプレイヤーのメンタルを叩き潰しにきます。当時のゲーム雑誌ゲーネストには攻略記事が掲載されたのですが、そこに書かれていた文章は気合でなんとか、攻略記事でもサチを投げるほど一応起き上がりに足払いを当てるとはめて倒せるという攻略法が存在するものの、普通の人ではジェネラルをダウンさせられない。ジェネラル戦をやり込んでいるモサでも1ダメージも与えられず瞬殺されることがさらにあるそうです。4. アブソリュートパーチュー。ファイナルファンタジー11に出てくるモンスター。登場した当時は全ての RPG でトップクラスと言われたほどの強さを持つ敵キャラや、その強さは当時のレベル上限では通常攻撃の2、3発くらいがやられてしまうほどの威力があるんで、狙われたら戦闘不能は必死、魔法も強力で HP が減ってきた時に使うメテオは広範囲に即死レベルのダメージをばらまき上がるで、普通は発動までに数秒かかるものの、アブソリュートパーチューの場合は0秒。メテオを使われると画面にはプレイヤーの死亡録がずらりと並ぶことになるで、そのあまりの強さから本当に倒せるのかといった意見が多く上がり、 FF11 のハイ装備で固めた開発が何十人も集まって倒せることを証明するための動画を作成したんだが、討伐にかかった時間はなんと18時間。その後プレイヤーレベルの上限が引き上げられ、ようやくまともに倒せるようになったそうや。ゴッキトシュラ。デジタルデピルサーナ。アバタールチューナーの隠しボスです。その反則地味た強さから RPG 史上最強のボスと称されることも多く、その力が圧倒的であり、最初に撃破報告が上がるまでには発売から数週間を要しました。プレイヤー側の HP 上限999なのにもかかわらず、キトシュラはチーム全体に1万1005のダメージを与える全体即死攻撃を使用してきます。レベルカンスト、装備スキル完璧、行動パターンの把握は必須、プラス運も味方にしないとまともに戦えないという圧倒的な強さを誇っています。現在はハメ技が発見されており、若干攻略難易度が低下したものの、それでも十分レベルを上げておかなければ瞬殺、運が悪いと開幕から味方全員が即死することもあります。いくらレベルを上げて装備を整えようと運がなければ絶対に撃破不可能な点が、彼が RPG 史上最強とまで言われるゆえんです。6. インバチ。シューティングアーケードゲーム。ドドンパチ。最大王朝の隠しボスや、このインバチの攻撃を避け続けることは正気の沙汰ではなく、出会って直後からミリ単位での精密操作を要求されるという鬼畜仕様。ちなみに当ゲームの前作、ドドンパチ、大王朝の隠しボス、新火鉢、カイというボスがいたが、このボスの完全クリア者が出るのに7年もかかってるんや。そしてインバチは、その新火鉢、カイを上回る難易度となっとるんやから偉いもんやで、弾幕はどれも難しく、絶え間なく放たれる交差する超高速弾に加え、数秒おきに飛んでくるフグ刺しを避けなければならず、多くのプレイヤーを絶望に叩き落としたで、あまたのシューターたちがインバチに勝てるシューティングゲーム機体はどのシューティングゲームにも存在しないだろうというほどの強さは計り知れんもんがある。なお脳攻撃覇者は未だゼロや、一応2020年秋に秋葉原で行われたドドンパチ最大王朝エクサールカディアのロケテストにてインバチの撃破報告が上がったが、こちらのインバチは弱体化されているとのことやで、いかがでしたでしょうか。いや
や、凄まじいボスがいるもんやな。ま、うちの才能ならこんなボスなんてちょちょいのちょいやけどな。はい、お姉ちゃん、インバッチ撃破するまで帰れません。開始。嘘嘘ごめんごめん。うちゲーム下手くそなんや。嘘ついてごめん。